はいどうもこんにちは高島です今回はですね、えー、これをしてしまうと殺風景になってしまうやってしまいがちな事例4つをご紹介したいと思いますこの部屋で実際に対象の方もやってみて解説方法の方もねご紹介していきたいと思いますはいそれでは行ってみましょうはい <music> ライブ配信の質問をね回答するっていうのをね毎月恒例でやっていたりするんですけど、えー、その時に、うん、よくあるパターンとしてなんか殺風景だなとかなんかパッとしないとか。 えー、なかなか垢抜けないんですよねって言ったようなコメントをね結構見受けられたんですよねそういうのってなんかダメなのはわかるけど具体的にね原因がよくわからないっていうパターンが多いのかなっていうふうに思います今回はですねそのやりがちなやってしまいがちなパターン4つを一つずつご紹介していきたいと思いますまず一つ目は新居でも同じ家具を使ってしまっているっていうね えこういった失敗があるんじゃないかなと思いますはい。でこれはねかなり実はやりがちなパターンでまあ、原因としては2つあって1つはですね部屋の内装と、えー、今持っている家具とかね、えー、そういったものの色とか素材が合っていないっていうパターンですね2つ目は前の部屋と広さが変わってしまってサイズのバランスが取れていないっていうパターンですねこの2つがあると思います じゃあ具体的にね対策の方を考えてみたいと思うんですが全ての物件の内装デザインっていうのは窓の位置とか方角などをね含めたら全ての物件ってまあ同じ条件のもののもってていいうのはねつとしてないんですよね例えば同じマンションでも階数が違ったらえ間取りが一緒でも日の当たり方とかも変わってきますしまあ別のね建物だったらもう明らかに違うものになってきますよね。元のの部屋とと新居のえ色とか素材 ですね、例えばフローリングとか壁紙の色とかねあと扉の色なんか素材なんかをね変わってくることってよくあると思うんですが、まあ、それの違いによるものが原因なのでそのまま持ってくるとね合わない可能性が結構高いと思います。 でそんな時はね微調整してあげるのがいいんじゃないかなと思いますで例えばねこの部屋だと扉が茶色で主張が結構強めなんですがそれより最も問題な部分というのはこの縁の部分ですねこの中途半端なところ中途半端な色が塗ってありますよね扉は木目でまだいいんですが縁の方が色もずれてるしベタ塗りなので雰囲気もね合わないと いう感じになりますこれもね色数に含まれてしまいますので部屋の中の色が一つ多くなってしまうっていうことがあるんですね対処方法としてこの色をねなくしたいかなっていうふうに思います現状回復できる身体でもねできるような対策方法として僕はこれを使っていますはいこれねマスキングテープですね「MT カーサ」っていうやつなんですけどカモイペーパー和紙っていうね 和紙でできているマスキングテープですねマスキングテープなので粘着力が弱いやつなんでこれで現状回復することはできますよねでこれをねちょっと見ていただこうかなと思います実際にねちょっとやってみましょうかはいこんな感じでですねこのカモイペーパーの和紙のマスキングテープなんですがこれ幅広のタイプになってて 10cm あります。はい でこれがね結構貼りやすくて和紙素材っていうやつが特別いいのかもしれないんですけど多少伸びる感じがします。ちょっと細かい部分がしわなくできるっていう感じで,でちょっと柔らかい感じがしますね。ですので普通の紙の、えー、マスキングテープよりかはフィット感感があるっていう感じですかね。こんな感じで貼っていきたいと思いますけどこれねしわが出てもね味っぽくなるので結構ねおすすめなんですよね。 他にもこれのいいところはえっ、ー、と光沢が出ないんですよね光沢が出てしまうとかなり安っぽくなるんですけどそれがないっていうところがすごくいいところですねこんな感じでカバーするように貼っていくって感じですね伸ばしながらこれでねほとんどシワが出ないと思うんですよねちょっと出ても味みたいな感じになるし結構おすすめですね こんな感じで多少のシワだったらねこうやってギュッてやれば伸びますしなんか伸びなくてもシワになってもそんなに安っぽい感じはしないのでこれはね結構おすすめですね。はい、というわけでね1つ目は、えー、新居でもね同じ家具を使ってしまっているっていうところで同じ家具を使うのであれば部屋の方をねちょっと調整するとか家具の方をねちょっと調整してあげて、えー、それで、えー、バランスをとってあげる。 っていいうのが大事かなと思いますこれをすることで余分な色がなくしたりすることができますので、まあ、その分ね部屋のクオリティが上がるかなというふうに思います2つ目をご紹介したいいと思います2つ目は安い家具だけで揃えてるっていうのが殺風景なインテリアになってしまう原因かなと思いますでインテリアってインテリアコーディネートって言われるぐらいですので組み合わせがすごい大事なわけですね。 価格にかかわらず相性のいいものを選べばいいんですが安価なものっていうのは大量生産されているものがほとんどなので風合いがないものがとても多いです特にねピンそういったジャンルのものは例えば椅子とかテーブルとか。 数百万もするものもあったりすれば1万円ぐらいで購入できるものもあったりしますよねそういったものはパッと見似ていても強度や素材などチープなものが多いので注意してみてくださいで、安価でもおすすめなのが天然素材になります天然素材って人工物ではないので風合いが出るものが多いっていう感じなんですよね人工物って風合いが出ないものがすごく多いんです特に安いものは ですので、まあ、対応策としてはえ天然素材のもののもをミックスすす。るってていうのがね対応策としてあります例えばえこちらえこちらねスチールの棚なんですよ実はこれねこの板をね置いてあるだけなんですけどこの板を取るとただのスチールラックになってしまうんですねですので100%人工物こういうものを揃えてると殺風景になってしまうんですが、まあ、この天板というかえこれがですね え無垢材でできてます無垢の板を買ってきてこのサイズに合わせて置いているだけなんですね、えー、その無垢の要素天然素材の要素があるだけで、えー、部屋のね雰囲気をねちょっと良くしてくれるっていうことがありますその他にも植物とかドライフラワーとかドライリーフなんかをプラスすると雰囲気がねだいぶ変わると思います例えば僕の自宅であればドライのリーフがいろいろ あるんですけど、こういうのがあると複雑な要素がこう含まれますよね。まあ、こちらもね天然素材っていうかもう100%天然のものなので、部屋の雰囲気をね良くしてくれるっていうのがあります。人工物感がね。 どどんどん減っていくってていいくう感じでですねでそのほかにもカゴなんかも天然素材のね竹のカゴとかあとはラタンのカゴとかねいろんなカゴあると思うんですけどああいうものって高いものでもせいぜい1万円台ぐらいで販売されているものなので価格差がねあまりないので品質のレベルの差がね少ないと思います。 まあそこまで高くないものでも雰囲気を良くしてくれる安っぽく感じないっていうのがね、えー、いいかなと思いますこういったものでねバランスを取るのが安い家具で揃えたとしても、まあ、こういうねちょっとしたアレンジで雰囲気がよくなるんじゃないかなと思います殺風景になりがちな原因3つ目としては天井照照明明だけで照明を済まませているっていいいいるるっうのがねあるんじゃないかなかと思いますこれが一番失敗のもとなんじゃないかなと思います 特にインテリアを安価に抑えたい場合っていうのは家具よりも何よりも先にに照明をしっかり見見直すすだけで見違えるるように変わると思います一般的な日本の住宅では部屋の天井に照明専用の差し込み口ねありますよねカチャって入れるような。いうのが多くあると思うんですがついついねそこにシーリングライトとかねペンダントライトとかをねちょっとカチャってやってつけてしまいがちだと思うんですが、まあ、それが悪いというわけではないんですけど、まあ、部屋をね 明るくするためにそれをねちょっともうちょっと明るいのがいいなとか言って天井の照明をね強い光のものにしてしまうっていうのが失敗のもとですはいこれねどういうことかっていうのをちょっと実際にやってみたいと思います例えば天井照明1灯だとこんな雰囲気になりますこうなんかね雰囲気があまり良くないですよね全体的にね明るいのはいいんですけどまずなんか雰囲気が出ない さっきと同じ状況なのになぜか雰囲気が出ないっていうことが起きていると思いますこれは部屋に一定の光がこう当たって全体的にね当たって立体感がねこうなくなってしまって良いものもねよく見えなくなってしまうっていうのがあるんですね対策としては必要なところや見せたいところにピンポイントで照明を置くっていうのがねいいんじゃないかなと思いますそして全体的に暗すぎる場合っていうのにシーリングライトで全体の明るさをね足していくっていうようなイメージ イメージですね。雰囲気を出しつつ光のコントロールができるので、すごくねおすすめのやり方だと思います。まあ、ちょっとどうやってやってるのかっていうと、まずこの天井照明をこんなに強くしません。まず最初、一回消しといてもいいぐらいですね。はい、じゃあ消しときます。まずね、必要な場所に照明を入れていきます。で、今ここに照明が一つあります。で、こちらにも照明があります。であとペンダントが一個あるので。 ここも一回照明をつけますこれでね雰囲気がだいぶいいですよねいい雰囲気になりましたでこれだけだとまあ、雰囲気はいいけどかなり暗いですよね普通になんか食事するぐらいだったらなんとかなるけど本を読んだりとかそういうのにはちょっと向いていないので、まあ、ちょっとベースの明かりをつけていくっていう感じですねでこの時にシーリングライトをうまく利用すればいいんじゃないかなと思いますちょっとつけてみますね これすごい明るいですよねだからちょっとすごく暗くしますねちょっとだけ明るくしていきますこれで雰囲気を保ちつつ全体のね明かりはできましたよねこんな感じで調整していきますで今これ青白い蛍光灯のような光なのでこの色も合わせていきたいと思いますこれもね色を合わせると こんなな感じかなこれでね、えー、部屋の雰囲気も良くなりましたし必要なところに光は十分ありますここもね結構明るいしあとはテーブルの上とか、えー、こういったところもね明るさはあります必要なところに明るさを置いてでそれだけで雰囲気は出るんですけど、えー、ちょっとね暗い場合は上をね足してあげる。でそれは別に強い必要はないですよね。 全体的に必要な分だけちょっと足すって感じでそれだけで十分雰囲気のいい部屋は作れますよねさっきと全く一緒なのにここまで違うという感じになります 部屋がね殺風景になってパッとしない原因の4つ目ですね4つ目は統一感を意識しすぎているっていうのが原因としてあるんじゃないかなと思いますである程度ねインテリアのことをちゃんと意識されている方に多いパターンですこれはでどういうことかっていうと統一感を出すためにま色とか素材をこう揃えられていると思うんですよねで何も考えない人より当然いい部屋にはなるんですけど目的がね統一感を出すために というところが原因なので本来は何かをするために統一感を出すっていうね本当は統一感を出すっていうのは手段なわけで目的化していいる場合が多いんですねですのでま例えばリラックスするためにリビングの統一感を出すとか食事をおいしく見せるために部屋のね統一感を出すとか集中したいので 余計なものをなくした統一感が出る部屋にしたいとかねそういう感じで何のために統一感を出すかっていうね目的をはっきりさせることが大事だと思います。目的のない統一感っていうのは個性性ががななくてててパッとししいい可能性が出てきてしまいます僕がお勧めするのは統一感を作ってそこから外れたものを1個作るとかね。例えばモノトーンの 部屋グレーとか白とかのね、えー、組み合わせた部屋にちょっとだけなんか赤い椅子があるとかね。 そそうすすするとそこがすごく注目されますよねですのでまあなんか見るべき場所ができるというか、まあ、それは椅子でいるある必要はないんですけど自分の好きなものこのインテリアでこう見せたいものっていうのはね決めてそこを生かすための統一感を作るっていうねそういう風な使い方手段として統一感を出すっていうのをやっていただけるといいんじゃないかなと思います。 はいというわけでいかがだったでしょうか殺風景でパッとしない NG インテリアのね4パターンをご紹介してみましたこれをね改善するだけでだいぶ雰囲気変わると思いますので是非やってみてくださいはいというわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。ははいそれではまた